こちら、えー、レンタルショップのゲオで、えー、昨日、えーまあ、少年誌の、えー、漫画を10冊ほど借りたと。で、家帰ってきた時に、えー、お手洗いの、えーまあ、水を貯める貯水槽の上のところに、えーまあ、小さな虫、 がいたとと、まあ、入れられらてると思うんですあの家の中に不法侵入されて。で、その,その犯人をね、捕まえて理由が何なのかっていうところを、あのー、まずしっかりとえ聞いていただきたい。有馬警察署への通報なんですけども、 そのこれね、直接有馬警察署行くよりも、第三者を通して、YouTube にアップロードして、言っといた方がいいなっていうのが、結局私の考えで、記録というものを残しなかったらいつ、どこにっていう、それがなかったらね、わからなくなるんですよ。で、その、もともとパソコンとかで、え、ー どこがエロ業界とつながっていいのかっていうところを調べようとしたりしたらね、あの、いろんなこと、あの、本当は昔の映像じゃないかとか、今どの程度なのかっていうところを調べようとしただけで家の中にゴキブリ入れられたりとか、それが8月、今年の8月9日、私の誕生日、家の中にゴキブリ入れられて、で、昔からそれやってくる連中が存在したと。 でまあ、この件に関しても通報で、えーまあ、テレビに出ているアナウンサーの人たちは、本当に今警察が調べて、政府は調べていますっていうことで、えー、政府と言ってましたね、警察とは言ってないですね、有馬警察署の女性の警察官の人は、あのー、本当に今、政府は調べてますからって、警察が調べてますからとか,何か、まあ、そういうことは言ってたんです。 けどもその人、そこで僕もちょっと油断しちゃって安心感で、うん、その人の名前聞くの忘れちゃったんで、うーん、事後経過とか事後報告とかもらってないんで、わからないんですよ。で、情報を自分で整理、整頓の支援、どこの誰がそういうふうなことを行っていたとか、あのー もう裁判だったら開示されるじゃないですか。判決があったらね。あのー、公示されて。で、それは公のもとであって、いちいちいち犯人を隠蔽していたら、行政が隠蔽したことになってしまうでしょ。だから裁判所は、あのー、開示をしているのであって、個人情報方法とか、一法律だけで物事を判断する人間が一番危険で、それをしてしまったときに、 えー、世の中どうなるかと、あと他の法律があるでしょうって、政党防衛から何から何までって、二十何年間同じことをこう繰り返されていて、で、まあその辺のところを強引に隠蔽しようとする。だから、その、ゲオ自体、僕は作ったものじゃないし、僕がゲオで働いていたわけでもないし、ゲオの役員さんでもないから、ゲオのことは基本的にゲオが、 管理しなきゃならないことであって、ゲームにアダルトコーナーが置いてあることに対して私は不服を持っていると。で、この世の中間違ってるっていう話で、えー、そういう連中が増えたらね、何してかすか分かんないで今、今の状況はそう。だから、それ理由でこちらに攻撃を加えてきてるっていうことは、多分その組織と組んでるからそういうふうなことを仕掛けてくるんだと思いますよ。どう考えても。 だからその辺のところを、えー、政府の人たちにしっかりと、えー、対応していただきたいのと、多分ね、これね、これまたややこしいこと。だから誰が作業持ってるかなんですよ。だから、あの、去年、ね、全部返したと思ったら、家帰ってきた一冊だけあった。この現象どう思いますま、あこれ証拠で、重ねておいていたから、その、重ねておいていたから、その、 一冊だけ返し忘れてるっていうことはまずないと思うんですよ。だから返した後と誰かがそれを持ってきてるっていうことでしょう。そしたらゲオの定員っていうこと。だからもうこれいろんな方法が考えられるからだからすぐ家の近くに不法侵入する人間が潜んでいて。 僕は何か動いたら仕掛けてくるっていう連中ねだから自分たちが不法侵入してるっていう意識あるのかないのかだからそこなんですよ政府の人間でもそのようなことした、えー、裁判所に負けるからそれで裁判所は変な判決、まあ、まずないと思いますよ絶対あのー、今までそこまで変な裁判官は見たことないですからうんー しっかりとした対応をしていただきたいですねうんいやまあどう考えてもそうですねまあ以上です